どうもこんにちは、メリークリスマス。2週間早かったです。本日は12月13日月曜日、現在17時過ぎなんですが、村子さんがツイートしました。先週からクリスマスキャラの発表が続いておりますが、まずはセリカ、火属性をやめやがりましたね。今まで竜頭シリーズさ、属性変わってなかったのに、おいおいセリカ、貴様はなんで火になりやがったっていうね。火属性使いとしてはそういう思いがあったわけですよ。つまりこれで竜頭氏もまたあの魔女みたいに一属性なくなったわけです。確定で、どれかはね。そして今日発表された転生進化イルミナ、そして着せ替え枠のカコートン。あ、火属性は救われないんだ。一応なんかクリスマスってね、あのツリーとかさ、リースっていうのかな、あのちょっと緑要素もあるじゃないですか。だからちょっと期待していたんですけど、あ、今回もじゃあその当たり枠と着せ替え枠、そして転生進化で終わりかと思ったらですよ、すげえ爆弾が飛んできました。はい、こちら、クリスマスメノはなんと貴族性のまま。ありがたい、非常にありがたい。まあでもね、コットンも光のままだしね、あれなのかもしんないですね。こういう5属性分岐のキャラクターは元の属性が案外残るのかもしんないですね。いや、わからん。法則などない気もするが、まあ、とりあえず木のままでありがとう。最近なんか気比増えてますね。目の和性能を見ていきましょう。変身キャラになってます。あ、まずレア度です。レア度が7なんで、で着せ替えドロップがどうのこうのとか言ってないんで、これつまり交換できないあの激渋枠、この前のティーチみたいな枠かな、になると思います。辛いです、絶対辛いです。じゃあでもいいんです。なんかヨーダとかさね、今だと渋川さん、あの辺もさ今狙って引いてますけど、おじいちゃんなのよ、引くモチベがわかんのよ。原作別に見てないし、メノアはちょっとやる気出ちゃうよねっていうお話です。ちょっと話がそれましたが、バインドとスキブで27ターンかかります。ちょっと変身重たいですね。しかしヘイストが入ります。2ターンヘイスト。まあ基本的に27だとね、そのあれかな、威嚇とかヘイストを使ったキャラクターのスキルが返ってくるみたいな。でセリカで威嚇とかしてメノアでヘイストしてまたセリカ返ってきちゃうよみたいなパターンがありそうですね。まあとりあえず進化前で運用することはそうないと思うんで、変身前か変身後見ていきます。はい、バインド無効感10個列列列列列列5個だったかな、ちゃんと言えたかな。またです。最近の亀裂推しは本当にすごいですね。あのキミルのたこ焼きは何だったのかってぐらい、なんだかんだ列を押していきます。そしてスキルをご覧ください。一ターンの間チーム内の亀裂強化の覚醒数に応じて攻撃力上昇。水と闇を木に変化と。貴族性版マヒトみたいな感じですかね。回復こそ作りませんが木をめっちゃ作ってくれますよと。おや、これはノーチラスさんが抱えている、俺はカンストにドロップ15個欲しいんだが問題、メノアが解決してくれるんではないでしょうか。しかもリーダースキル、メノアは3コンボ加算です。つまり10コンボが多少安定するんではないかと。まあ、それでもね、もう1コンボ足りんかったってことがありそうですけど、コンボドロップに強化入りますから、スモックとかつけたらマジでワンチャン出てきた。まあ、ノーチラスも強化されるのが一番いいんですけどね。それが絶対一番いいんですけど、だってあいつコンボ問題が解決してもあいつの火力出ないって問題あるからさ、あいつが救われるのが絶対いいんだけど、まあ新しくノーチラスの相方、もしくはそのサブでドロップ生成枠、メノはコンボ加算こそありますが追い打ちはないので、片側ノーチラスはまあ確定でしょうてな感じでさ、熱くないっすかこれは。すんげーテンション上がった、久々に。なんかすごいね、こう最近下がり気味だったんですよ。ノーチラスにさ、相性のいいキャラクターは出てくるけどさ、結局なんかダメだったじゃん、いまいちだったじゃん。セリカもさ、貴族性じゃなかったしさ、なんかまあお正月アルテミスねいるしな、まあ、お正月頑張ろうみたいな感じでどんどんモチベがこうね下がっていったところに急にポーン、急にターン。はい、ちなみに武器こんな感じです。まあ雲があるんですけど、雲は正直アリナが稼ぐんで、
まあ、アリナの枠が今後変わることがあるんだとしたら使うかなって感じですね、現状は。てな感じで。いや、でも回復上がるのでかいな。回復3900すごいな。で、個人的なクリスマスの開始日予想なんですけど、月曜日から村子さんが喋ってるんですよ。で、水曜日メンテが確かあるんですよね。なので、僕の予想は木曜の10時から。木曜の10時から始まることによって、30日の10時かな？で終わります。で、そっからもうすぐ正月ガチャが来ちゃいますから、まあ、その、いつもみたいに来週の月曜スタートだと、正月と被っちゃうんですよ。なので、まあ、早くてメンテナンス明けてから、か、木曜日の朝10時スタートなんではないのかなと僕は思っています。だから明日村子さんが詳細は後日、あれ？じゃあ水曜か？あれ？水曜ちょっと困るよね。ガチャ配信、そのメンテ明けてからっていうのが難しいよね。できれば木曜の朝スタートにしてほしいんだけど、どうなることやら。まあちょっとこれは気合い入れてガチャ引かないといけなさそうなので、お正月にアルテミスが控えてるとはいえ、頑張っちゃおうかなってなっちゃってます。着せ替え枠ではないんでしょうね、村子さんが。加工との時は言ってましたから、ツイートで。着せ替え枠ではないんでしょう。メノアドロップはないんでしょう。やばそうだ。やばそうだ。本当に。いやあ、頑張りましょう。だからもうチャンピオンはちょっともう早めに終わらせておきますわ。かすり傷ぐらいで済む程度で終わらせといて。クリスマスでざっくり傷口開いて、お正月でも、さよなら。って感じでやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。とりあえず実装待ちましょう。以上、ナッチでございました。バイバイ。